ユイと瀬戸さん、なぜ瀬戸正体がここに。チョウカ、フォロー頼めるか。ここから離脱したい。そうね、味方同士で戦うなんて馬鹿げてる。ゲンマ、一緒に来い。お前が何を吹き込まれたのか教えてくれ。いや、しかし周りの海抜軍は僕らが引きつけます。彼らもセプテントリオン2人を敵に回して勝てる自信はないでしょう。俺が相手でも同じことが言えるか。兄さん、ルカ、やはり来るんだな。みんな、兄さんは僕に任せて。甘い。まとめてかかってこい。どんな攻撃が来るかわからないぞ。カレンは旅立って複数の超能力を使うことができる。カレントラバースだけが超能力。ブレイクアウト。貴様のためだったのではないか、カサレ。冗談じゃないわ。何が私のためかは私が決める。カエル、あなたは一体何を企んでいるの。答える必要はない。消える。カエル、貴様はつくづく厄介事を起こすやつだな。少しは周囲の迷惑も考えたらどうだ。吹雪が心配か。吹雪のことを考え、俺がそばにいない方が喜ばしいんじゃないか。別に吹雪の話などしていないだろう。とことん話の通じない男だ。どうだね。そうしてやる。隙だらけだな。巻き返すわよ。やるじゃないか。はあ、それ使うわ。嵐、望みを捨てろ。本当の力とはこういうものだ。危なかったわ。まだよ。俺の邪魔はさせん。抜けてみろ。消えろ。しびれた。力が入らない。倒れるのは早いわ。すまない、助かったよ。どけ。トラングルはここまで。なるほど、今回は少し違うな。だが、まずい、みんなよけ。カサネか、無事でよかった。大丈夫か。はい。各員戦闘配備につけ。
今の攻撃は…まずい、逃げるぞ。なんだ今のは。人間が怪異になるなんて。彼らは国防軍ですよね。ああそうだな。だがこの辺りに来ている国防軍はセイラン駐留軍だと聞いていたが。彼らはセイランの駐留軍じゃないんですか。ああ見たところスオーにいる部隊のようだったが。ならナオミを怪異に変えたのは国防軍かニューヒムカ政府そのもの。ナオミを怪異に変えた？どういうことだ。瀬戸さん、カレンのところへ戻りましょう。カレンはこのことを知っていたんだわ。訳ありだな。わかった。少し危険だが、もう一度カレン連隊長に。いや待て、ユイトとナギが近くにいるようだ。あそこです。重ね、各個撃破で二人を助ける。できるな。もちろん。いい返事だ。強化隊から引き抜きたくなるな。よし行くぞ。ユイト、重ねに協力しろ。ナギは俺が引き受ける。はい重ね、頼む。任せて。状況を把握しているのか。使ってくれ。説明は後、今は生き残るために全力を尽くして。大丈夫か？え？ああ、何？具合でも悪いのか？ずいぶんぼんやりしてたけど。大丈夫よ、気にしないで。それよりユイと一緒にカレンのところへ行きましょう。カレン連隊長のところへ？今の俺たちで勝てるのか？いえ、彼は敵じゃない。
でも俺たちを襲ってきたんだぞ。違うのよ、ナオミのことが分かったの。あれはナゲイ、何をするんだ。問答無用、お前たちを処分する。ナギ。そういうことか、ナギ、お前は邪魔だ隊長。当たり前だ、邪魔してるんだからな。ヒュイトを殺せばお前が後悔することになる。ナギ、だったらお前が死ね。どうした？ユイト、大丈夫か、カサネ。ええ。何、これは。あれはスメラギの門。それにあの格好、伝承のヤクモスメラギみたいな。
レッドストリングスから手を離さないで。糸が時を紡いで重ねを導いてくれるわ。何あれ。どうなっているの。一体何が。ユイトは。強化隊長。クサネ、どうなったの。私たちカレン連隊長に襲われて、それから他の海抜軍たちにも襲われて、その後は大地震が起きたんだ。しかし妙だね。地震であんなものができるのかな。なんだ。わからないが、あのデカブツの周辺には重力異常が起きているようだね。くそ、そのせいなのか。頭が割れるように痛むぞ。そういえば私もひどい痛みを感じたわ。あれはいつもの頭痛とはちょっと違っていたわね。そういえばみんなはあの景色を見ていないのね。じゃああれはいつもの夢だったのかしら。なんだそれは。私時々変な夢を見るの。赤い糸の夢、レッドストリングスと呼んでいるわ。さっきも見たんだけど、その時ユイトと一緒だったの。いえ、ユイトの存在も単なる夢だったのかもしれないけど。お前の夢を僕らが一緒に見るわけないだろう。いや、その赤い糸の夢とやらがいつもより鮮明な記憶だったせいだろう。それで夢じゃなくて現実だったのではと思ったんじゃないかな。ええ、でもそんなはずないわよね。どうだろうね。ユイトが一緒にいたという夢は実は夢ではなくて二人で体験したことかもしれない。待って、カサネには申し訳ないけれど、今はその話よりもっと大事なことがあるわ。あ、そうだね。まずこのままここにいるとあのデカブツに吸い寄せられてしまう可能性が高い。それにスウオーのことも気になる。カレンの反乱が本気ならスウオーでも何か起きているはずだ。ルカやユイトたちの姿が見えないのもスウオーに向かったからってことか。ええ、確かにそうね。ごめんなさい。急いでスウオーへ戻りましょう。これは一体。ここスウオーだよな。方角的にも距離的にも建物の感じを見てもスウオーで間違いないはず。この状態じゃ荒はばきも機能していないだろうから、都市機能は壊滅だろう。アルカとも連絡がつかなくて当然ね。無事だといいんだけれど。ここはうちの研究施設か。半壊している状態ではあるが。うちってスプリング製薬の研究施設ってこと。ああ、うちのマークがある。しかしな、スウォーには研究施設なんて作っていないはずなんだが、本当にここはスウォーなのか。何かが変だぞ。
この端末は生きているみたいだね。ちょっと調べてみよう。あら、そこに何か散らばっているわ。これはアンプル。配置化軌道で見たものとそっくりだわ。カレン連隊長。吹雪、冷たい。バカな、死んでるのか。カレン連隊長、これがあなたが言っていた反乱なんですか。いくらニューヒムカの体制を変えるためだと言っても、これじゃあ町は壊滅状態じゃないか。カレン、貴様の反乱のせいで吹雪は死んだのか。カレン、答えろ。お前の弟の遺体だ。くれてやる。カサネ、ようやくたどり着いたのか。何？どうして今なんだ。お前がもっと早くたどり着いていれば、怪異化した人間を治療する術が見つけられたかもしれないのに。怪異化を治療する？どういうこと？ナオミを助けられるの？ナオミを助ける？何を言っているんだ。ここでは無理だ。この星は、いや世界そのものが終わろうとしている。クナドゲートに飲み込まれてな。受けられる。何今の。カレン連隊長の超能力よ。スキルクラス SS ブレインイーター。あらゆる超能力をコピーして自分の力にするの。吹雪、すまないね。埋葬してあげたいんだが、その前にやらなきゃいけないことができたようだ。カサネ、奴を追いかけないか。今カレンが使ったのは超高速だ。あれはもともと上からの命令で、私の超能力をコピーさせてやったもの。私なら痕跡を追える。今ならまだあいつを追いかけられるんだ。珍しいな、あんたがやる気を出すなんて。吹雪の死の真相を聞くまではあいつを逃がさない。行きましょう。私も聞きたいことが山ほどあるわ。カレンを追跡する。急ごう。痕跡は長くは残っていないものだからね。おい待て、誰かいるぞ。超能力者か。世界の終わりを迎えてもまだ戦うんだな。何者だ。わからない。でも超能力者よ。応援するしかないようだね。貸してもらうわ。まだこれからよ。
危なかったわ。使うわ嵐。その声はカサネ・ランドルなのか。ユイとスメラギ、この親父が。待て、その嫌味な声はシデン・リッターか。そうか、じゃあ君たちはスウォー事変のタイミングでこの時代へ飛んできたんだな。ふん、なんとなく見えてきたぞ。信じがたいことではあるが、ユイとスメラギ、目が見えないようだね。私は嵐スプリングだな。声でわかる。よろしい。ではグループに入れるかな。いや、この姿を見てわかる通り、俺は海抜群を退役した。超能力は使えるが、グループに入るのは無理だ。うん、では教えてくれ。私たちは入歴2020年のスウォーにいるつもりなんだが、もちろん違うね。さすが嵐だな。ここは2070年のスウォーだ。そんなバカな、私たち未来に来てしまったっていうの。何、地震始まったな。終わりが。ユイト、どういうことなの？どうして50年後のスオがこんなことに。ゆっくり説明してやりたいが、時間がない。この星はもうすぐ滅びる。俺が、このユイとスメラギが世界を滅びに導いた。はあ？お前何をやったんだ。カレン連隊長も同じようなことを言っていたけど。あの人に会ったのか。まあいい。何にしても全ての原因は俺にある。とにかくこの世界は消えようとしている。過去の俺とカサネが作り出した疑似ブラックホール、クナドゲートに飲み込まれて。私たちが作り出した、まさかあの赤い糸の。そうだカサネ、君の超能力は念力じゃない、重力操作。つまり次元を操作する力が念力のように見えていただけだ。カサネは時間跳躍能力を持っている。それが君の見ていた赤い糸の夢、レッドストリングスだ。レッドストリングス。それじゃあさっきクナドで起きたあの現象が私たちをここへ。なんだ、みんなが消えた。そうか、時間が来たんだな。時空を超えた先の世界に存在し続けることができるのは時間跳躍能力を持っているものだけだと聞いている。君の力に巻き込まれたものはいずれ元の時間に引き戻されてしまうらしい。今の嵐たちのように。ユイト、
どうしてそんなに詳しいの？誰にその話を聞いたの？アラハバキが教えてくれた。だから俺は重ねが未来へ飛んでくるのを待っていたんだ。ちょっと場所を変えようか。どこも危険には違いないが、とりあえずここよりは安全な場所の方がいい。海抜群本部前へ行こう。戸惑っているだろうな。実は俺もだ。重ねがいつか過去からやってくるのを待ってはいたが、それでもこうして現実になるまでは半信半疑だった。何があったの？50年前、セイラン市の反乱があってからミューヒムカは国の威信を守ることに躍起になった。そして俺をユイとスメラギを旧国の英雄と祭り上げ、国民の目をそらそうとしたんだ。俺は逆らえなかった。兄のカイトに懇願されて、そうするしかないと思ったんだ。親父は暗殺されて、重ねはその犯人だと言われて行方不明になっていた。何を信じていいのかわからなかった。私が評議会議長を殺した？どういうこと？俺も現場を見たわけじゃない。だが状況証拠が重ねを示していた。重ねが姿を消したのも、それが真実だからだと思っていた。実際は重ねは未来に飛んでいたんだな。私はあなたのお父様を殺したりはしないわ。話を戻そうか。重ねが消えた50年前の時代では、セイランとスオーとの対立は激しさを増していった。そして俺は怪異討伐やセイラン側についた超能力者たちとの戦いに明け暮れた。そうしていくうちにあいつが成長を始めた。クナドゲート、私とあなたが作り出してしまった疑似ブラックホール。俺と重ねの超能力は同じ性質の重力操作だったんだ。だから俺自身も時間跳躍能力、レッドストリングスを持っているらしい。そして俺たちが同じ超能力を持つせいで、互いの力が共鳴して重力異常を引き起こしてしまった。大部分は重ねの力によるもので、俺自身には時空を超えるほどの力はなかったんだがな。でも何がきっかけでクナドゲートは成長したの？本来あのゲートは時間跳躍の際に一瞬だけ出現し、すぐ消失するものらしい。だが重ねが時間跳躍の力を使った時に俺の力が共鳴したせいで、ゲートは消えなかった。それどころか俺が超能力を使うたびに、あのゲートは激しく歪み、周囲の空間を飲み込んでいった。あれを消す方法はないの？俺が死ぬことだ。俺が死ねばゲートを維持し、歪ませている因子であるユイとスメラギの超能力の痕跡が消える。だが俺はその選択をしなかった。何か他に手段があると周りからもそれを探そうと説得され、いや違うな、それでも結局俺は自分を殺せなかったんだ。死ぬのが怖かった。何とかして生き残る道を探そうとしてもがいて、俺が死んでもゲートが消えないところまで来てしまった。だからこの世界は滅びる。この大地もブラックホールに飲み込まれて消える。だから重ね、俺を殺してくれ。50年前に戻って、まだクナドゲートが成長する前に負の英雄
ユイとスメラギの息の根を止めてほしい。無理よ。あなたはナオミの大切な人なの。だからそんなことはできない。それにどうやって50年前に戻ればいいの？レッドストリングスは感情の起伏によって発動する。何か衝撃的なことに心が傷つき大きく揺れた時に。でも今の私に感情の揺れなんて。大丈夫だ。そのための手段を考えてきた。もう何年も全てはこの時のために。それは何？50年前から怪異の研究は進んでいる。怪異が好む音を使って呼び寄せることも可能になった。遠ざける方はまだ完成しなかったが。怪異？まさかあなた、私の前で。おこがましいかもしれないが、少しは心が揺れてくれるだろう。冗談じゃないわ。一緒に怪異を叩きましょう。カサネ、今の俺はなぜ君が親父を殺したのか分かる気がするんだ。な、何？ニューヒムカでは人間を怪異に変える研究が進んでいた。50年前のあの時、ナオミを怪異にしたのはニューヒムカの人間だ。その研究を支持していたのは親父だった。英雄となったユイとスメラギもその事実を知った。そして非道さを知りながらも結局は評議会議長となって研究を引き継いだんだ。引き継いだ？あなたが？大勢の人間をナオミと同じようにした。そうやって超能力を研究することで何とか自分が死なずに済む方法を探し続けた。ユイとスメラギは世界を滅ぼす負の英雄、巨像の英雄だ。だから、うん、何をするの？どうしてナイフなんか？すまない、カサネ。あとは頼む。本当に現実なの？ここは。カサネ、そこにいたのね。あ、返事は聞こえないからいらないわよ。事情は嵐たちから聞いて知ってるわ。今はそこから離れてアジトへ逃げて。強化隊長たちもみんなそこにいるの。急いでね。はるかのテレパシーなら、ここは元の時代。戻ってきたのね。私、了解。アジトに向かうわ。お帰りなさい、カサネ。何はともあれ、無事にこの時代へ戻ってきてくれてよかったわ。
嵐の推測を聞いていたら、いろいろと不安になってしまったから。ああ、すまないね。少ない情報からの推測だったから、最悪を想定していたんだよ。さて、私の推測の話より、まずはカサネが体験してきたことについて聞こうじゃないか。僕たちが強制的に未来から現在へ引き戻された後、何が起きたんだ？ユイトに頼まれたわ。この時代のユイトを殺してほしいって。何？どういうことだ？そうか。つまり2070年がこの世界の終わりの様相になっているのはユイトのせいだと言うんだね。クナドにできたあの穴は疑似的なブラックホール。厳密には違うんだろうね。カサネとユイトの超能力が生み出した限りなくブラックホールに近いものだ。本来はあれを操って時間を移動するのではないかな。能動的に時間を移動するための装置ということだろう。人間の脳が作り出したものだからこそシステマチックにできているはずだよ。それが消えないということが世界に悪影響を及ぼしているんだな。おい、それでカサネは引き受けてきたのか？いえ、結論を出す前に戻ってきてしまったから。うん、それは50年後のユイトがそれを計算したからだろうね。時間跳躍能力レッドストリングスはカサネの感情の爆発に影響される。衝撃的なことが起きると感情値のようなものがエネルギーとして蓄積されるんだろう。すると時間跳躍能力を制御できないカサネは瞬時に超能力を発動させてしまう。私はカサネが時間の迷宮に迷い込んで現代に戻れないことを危惧していた。しかしどうやらそういうものではないようだね。カサネが時間を飛ぶ際にはガイドがあると考えた方がいいようだ。一度行った時代、ゆかりのある時代には引き寄せられやすいんだろう。そのガイドがカサネには赤い糸という形で認識されているんだろうな。つまり未来のユイトには重ねの感情値の蓄積でこの時代に帰ってこられるという推測ができていた。そんな理屈はどうでもいい。殺すのか、あのお坊ちゃんを。わからないわよ。簡単に決められるわけないでしょ。そうだな。すまない、声を荒げて。みんな落ち着きましょう。重ねにはいろいろなことが立て続けに起きてしまった。かなりの負担がかかっているはずよ。少し休んでこの後のことを考えてみましょう。それに未来は過去とは違って移ろいやすいものよ。私たちが垣間見た未来は、カサネが未来に行ったままこの時代に戻ってこなかった歴史のはず。そうだったわよね、嵐。ああ、カサネが戻ってきたことであの未来はひとまず消えた。だがこの世界の未来図はカサネの存在よりもユイトの存在が鍵を握っているのは変わらない。あの未来が消えたからといっても、あの未来と近い未来が訪れる可能性はあるね。もちろんそれを回避するために知恵を巡らせるのが人間のあるべき姿だと思うが。グデアラなんて言われている割には真面目に努力することを尊いと思っているのは素敵だわ。失礼だな。私は無駄が嫌いなだけだよ。面倒を回避するための努力は惜しまないさ。そういうわけだから重ねもあまり急いで結論を出すことはない。いいね。そうね。